HD 192263は地球から鷲座の方向に約64光年離れた位置にある8等級の恒星である。周囲を太陽系外惑星が公転していることが知られている。HD 192263は太陽の約7割の質量と約8割の半径を持つK型主系列星で、高度は太陽の3割しかない。また、23.98 日の周期で見かけの明るさが変化する変光性であり、流座倍型変光性と呼ばれる分類に属する。そのため、HD 192263には、鷲座 V1703 星という変光星名も与えられている。2006年にスピッツァー宇宙望遠鏡を用いて行われた観測で、HD 192263から 5.2 AU 以上離れた領域に、表面温度 90K 以下の正周円盤が存在していることが判明している。また、アストロメトリによる観測で、木星の82倍の質量を持つ晩星を持つことも示されている。1999年、チリのラシア天文台で行われたドップラー分光法の観測で、HD 192263を公転する太陽系外惑星 HD 192263 b が発見された。2002年に惑星の存在を示すとされた視線速度のデータは主星の恒星活動によって生じたもので惑星に起因したものではないという指摘がなされたが、最初に発見論文を公表した研究者らを含む研究グループが翌年にその指摘に対して反論し、改めて惑星の存在を確認できたと発表している。HD 192263 b は少なくとも木星の7割ほどの質量を持ち、非常に深淵に近い軌道を約24日かけて公転している。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの系外惑星系を命名する機会を提供する。IAU100 ネームエクセワールズプロジェクトにおいて HD 192263系はレバノン共和国に割り当てられる惑星系となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、レバノン国内での選考、国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、HD 192263はフェニキア、HD 192263 b はベイルートと命名された。これらはレバノンにあるフェニキア文明に関連した古代都市と土地の名前に由来しており、フェニキアは地中海の古代覇権文明であるフェニキアに、ベイルートは世界で最も古くから人が住んでいる都市の一つであり、フェニキアの港町であったレバノンの首都ベイルートにそれぞれちなんで名付けられた。ありがとうございます。